君は有馬拓也？なんで俺の名前をじゃなくてどなた様？何かご用ですか？何かしら？タバコか。待てよリク、タバコといえば煙、煙といえばゆらゆらと漂う、漂うといえばクラゲ、クラゲといえば海、海といえば青、青といえば空、空といえば雲、雲といえば白、白といえば白衣、白衣といえば行為、行為といえばアホか、そんな推論があるはずなかろう。あっエリコ先生、エリコ先生だろ。私はエリコなどという名前ではないぞ。口調がエリコ先生になってるよ。エリコじゃないって言ってるのに。何ブツブツ言ってるんだよ。行為の先生、乱れた夜の生活なんて記事が載りそうだ。ここはそうだな、まあまあということでどうかな。何が言いたいんだ？つまりここだけの話ってこと？それって俺に口止めを命令してるのかな？君と私の仲だ。まあ毒を食らうならテーブルまでって言うだろ。なんだよそれは。何をやってるんだよこんなところで、こんな姿で。おかしいかな。おかしい、しかしこの手の格好は比較的メジャーという話だが。そういう問題じゃなくて。じゃあどういう問題なのかな。エリコ先生がここにいる理由だ。まあ話せば長くなる。夜遊びってわけじゃなさそうだけど。いや実はな、私は夜になると男が恋しくなるんだ。我ながらいい理由だ。だから夜な夜な繁華街を徘徊して男を釣ると。まあこんなところでどうかな。普段だったら即信じるけどね。不本意な言われようだな。待ち人こずというとこさ。男に振られたのかな。大人をからかうもんじゃないな。君こそこんな場所で何をやっている？俺はその。どうしたんだそんなしけた顔して。しけた？余計だよ。ま、私の予定が未定になってしまったからな。君のために時間を割いてもいいぞ。話してみるか。カンナちゃん、波多野のことさ。退学届は学校側が受理したよ。ああ、聞いた。話が違うじゃないか。私は心のこもった唇を君に与えたんだぞ。恥ずかしい言い方をやめてくれ。俺はカンナちゃんに。彼女に？俺はカンナちゃんが。待て。え？伏せて！あ！いったたたたた。顔をテーブルに押し付けないでくれよ。まずいな。すぐに立ち去るつもりだ。逃すものか。え？ちょっとエリコ先生。すまんな。話は後だ。どういうことだよ。待ち人が来たということさ。エリコ先生。誰かに気づいて出て行ったようだけど、一体どうしたって言うんだ。エリコ先生。エリコ先生はいないな。見失ってしまった。一体どうしたって言うんだ。誰かを追いかけていったようだったが。見失った。なんだよ、いきなり駆け出しておっきいのかと思ったぜ。してしまったか。再び予定が未定になってしまったか。そうだ、確か君に渡すものがあったな。俺に？例の波多野くんだよ。波多野、カンナちゃんが俺に？ああ、君宛てに預かっているものがあった。すっかり忘れてしまっていたな。こう見えても私は多忙の身で。一体何なんだよ、その預かり物って。大きめの茶封筒に入っている。封がしてあったしな。中は見ていない。どうする？無論受け取るさ。そうか、予定が未定になったからというわけではないが、今から行けるか。おいおい、教師が生徒をホテルに。アホか。保健室だよ、私の職場だ。なんだ減らず口を叩けるところを見るとまだ大丈夫らしいな。心配してくれるんだ。気にしているだけだよ。なあ、エリコ先生、まだかい？もうちょっと。何悩ましげな声を出してるんだよ。悪かったな。こう見えても私はヒップが充実しているんだ。は？つまりだな。うっしゃ。フィットしたこのワンピースが。つまり脱げないってこと？恥ずかしいこと大声で言うな。自分で言ったんじゃないか。手伝ってやろうか。お断りだ。ちゃっ。何か言ったか？その無所ってのはやめてくれよ。だがこの服は意外に。ッション。早くしてくれよ、おしっこが漏れてしまうぞ。漏らせるものなら漏らしてもいいぞ。覗いているなどということはないよな。そんなことするわけあるけどさ。まったく、君ってやつは。なんだよ。まあ健康な男の子だからな、気持ちはわからないでもないが。そうだ、女性に対して興味を抱くのは男の、いや人類の種としての本能なんだぞ。覗きを正当化するのに人類学を持ち出すやつは初めてだ。事実じゃないか。こういう男心がなくなったら人類が滅びてしまうぞ。で確認はしたのか。何の？君は何をしにここへ来たんだ。波多野君からの預かり物を受け取りに来たんだろう。そうだった。机の上に乗っているって話しただろ。そうだったっけ。ちょっと待っていたまえ。なあエリコ先生、人類の種の保存には協力してやれないぞ。何を言っている。ほらこれだよ。これっていつくらいに手渡されたんだ。昼過ぎ、夕方前くらいかな。中を見ないのかな。見るよ。季節外れのチョコでも入っていたら目ん玉ドビューンだな。え？うん、昨夜の深夜テレビでこんな用語を話していたので使ってみたんだが。何なの。それは預金通帳じゃないか。ああ、どうかしたのか。それが俺の親父のさ。確かに名義が有馬光大になっている。どういうことだ。それはどうした。お姉さんに話してみるか。おばはんのくせして何言ってやがる。実は少し気にしている。じゃあお嬢ちゃん、君は青か。分かったよ分かった。一応エリコ先生には話しておくよ。君の性生活を赤裸々に語ってくれるわけだな。アホか。調子出てきたじゃないか。えちゃエリコ先生には年長者の一日の長というやつだな。よしどんと来い。だが大体は分かった。で3点あったな、話の内容は。その通帳のこと、畑野君のこと、そして彼女を付け狙う高身長のこと。一つずつ行こうか。じゃあまずは俺の父親のことか。というよりは君の父親の預金通帳のことだな。どうも。そうだな、可能性はまあ客観的に見て2つある。言っていいか。どうぞ。どうせどっちかが正しいんだからな。しかもどっちもろくでもない。1つ目は畑野くんが君の父親の娯楽委員だったという線だな。すなわち君と畑野くんは兄弟というわけだ。ああ、だがもう一つの可能性に比べればまだ可愛い方さ。まあ君ならそう言うだろうな。あいつなら女子学生の愛人がいたっておかしくないぜ。しかもあいつならやりそうなところが恐ろしいんだ。それはあくまで畑野くんが通帳を持っていたという客観的な事実に基づく類推だろ。それ以外に何があるってんだ。私はもう一つの可能性を類推できる。彼女が何らかの理由で有馬博士の保護を受けていたという可能性だ。保護？つまり君の父親が畑野君の保護者ということになる。なぜ？そこまでは分からんよ。ただ可能性を論じるならこういう説もあるということだな。可能論だったらカンナちゃんが実は異次元人で弱い数百歳の女のお化けって可能性もあるぜ。その通りだ。君の父親がどのような理由で保護者の身を買って出たのかはわからない。しかしその可能性はある。不満そうだな。別にエリコ先生は俺の親父を知らないんだ。あいつはとんでもないやつなんだ。なんだよ。いや、なかなかいい親子だったようだな。あのな、どこをどう聞いてたらそういう結論になるんだ。まあとにかくこうも考えられるだろう。畑野君が有馬博士の保護を受けていたからこそ北条という興信所の男が目をつけたのだと。確かにそう考えれば辻褄は合うよ。興信所の男はなぜかはわからないが有馬光大博士を探している。そして彼の行方は被保護者の畑野君が知っているかもしれない。なんで親父の野郎の行方をカンナちゃんは知っているんだ。それは彼女が非保護者だからだろ。じゃあなんで親父の野郎はカンナちゃんに行き先を告げたんだ。なんだよ。妙だな、君のその言い分は。何が？その言い方だとまるで君の父親がどこかで生きているような感じじゃないか。それはどうした？え？若者、大いに悩むか。では次のカテゴリーに行ってみよう。畑野くんの写真のことだったか。信じられないかもしれないが合成ということがなければあの写真は少なくとも50数年前ということか。やっぱり信じないよな、こんなこと。いや、信じよう。おいおい、嘘だろ。わからん男だな。信じられるのが困るのか？だって、常識で考えてみろよ。なゾウガメじゃあるまいし、何十年も。君自身はどうなんだ？俺自身？そうだ、君自身はあの畑野カンナのことをどう思っている？俺は正直に言ってみたまえ。俺はうまく言えないが、彼女を見ているとなぜか妙な気分になる。妙な気分か。ああ、不思議な気分だ。恋というわけか？違う、そういうんじゃないと思う。恋に恋する若者が恋じゃないというわけか？バカにするなよ、それほどウブじゃないぜ。あのな、エリコ先生。まあいい。で、君はあの写真のことはどう思っている？わからないよ。ただ俺にわかるのは、あの写真は少なくとも50数年前に撮られたということだけだ。で、そこには畑野栞奈らしき人物が写っていたと。ああ、自分で話していて信じられないもんな。私は信じるよ。根拠は？そう尖るもんじゃない。そうだな、こうは考えられないか？私は好意で君の担任だ。教職は生徒との信頼関係が第一なんだ。おいおい、だからって。まあ最後まで聞け。君の言うことを信じるということと、それが真実であるということは必ずしも同義ではない。私は君を信用しよう。だがそれは一緒に真実を見つけていこうとパラフレーズすることもできる。つまり俺の思い込みか勘違いを一緒に解きほぐしていこうってことか？その言い方は良くないな。真実を探し出すと考えるんだ。無論、だからといって彼女が50数年も同じ姿のままとは言わないさ。だが何かある。違うか？ああ、その通りだ。だが私はむしろその高身長の北条ってやつ？いや、その北条という男の雇い主が気になる。俺の親父を調べさせていたやつか？ああ、気になる。そいつの興味あるものというのが私の興味あるものに酷似している。もしかしたら私が追っていたやつかも。追っていた？いや、なんでもない。深く考えるな。でも意外だな。何が？エリコ先生って的確な分析をするんだな。それが意外とは心外だな。だけどあれじゃまるでいや、なんでもない。その北条とやらいう男と、確か22時に明雲寺公園だったな。うん、でも行くつもりなんてないぜ、もう。なぜだ？だってそうだろ、あの北条ってやつとはあくまで取引をするんだ。取引の材料がこちらにない以上。なんだ、そんなことか。だって俺はカンナちゃんのことを何も知らないんだぜ。情報交換なんてできる状況じゃない。何も馬鹿正直に情報を交換してやる必要もないだろう。向こうから一方的に引き出せればいい。ハッタリも交渉術の一つということだな。呆れた先生だな。君がその北条という男に筋を通す必要などどこを探しても存在しないはずだ。聞くところだとその北条、君を利用しようとしているだけだ。だから君はそれを逆手に取ればいい。よし、決まりだな。夜の10時、私も一緒に行かせてもらおう。ダメだよ。2人だけでって約束だ。バレなければ約束を破ったことにはなるまい。教師の言うセリフじゃないぜ。一応これでも真理を言っているつもりだがな。じゃあ一つだけ聞いていいか。なんだ？エリコ先生にはどんなメリットがあるんだ。私？北条のこと、いや北条を使ってるやつが気になるんだろう。まあそうだな。理由は教えてくれないんだろうな、どうせ。君も全てを私に語ったわけではあるまい。お互いに利害が一致している。そして知らない中でもない。協力し合えるんじゃないかと、そういうことだ。分かった。どうする？この通称は。今はいい、置いておいてくれ。エリコ先生なら安心だしな。そうか、分かった。まだ夜の10時までは時間があるか。よし。ちょっとどこへ行くんだ？まだ少し野暮用が残っていてね。一緒に出るか？また散歩かい？そんなところだ。時間までにはあと1時間ほどか。ああ、10時前に一旦保健室で落ち合わないか。構わないけど。なに、すぐ戻るさ。それじゃ10時前に。あゆみさん、あゆみさん、いないのかい？ということになり、議会での不信任案が出される前に市長は辞任する意向のようです。現職の市長が退くことにより、現在ジオテクニクスで行われている大規模な地質調査は中止の見込みへ。カンナちゃん、どうしたんだよ。ひどい汗だぜ。まさかまた気分が。有馬さん、ここに来てはダメです。え？帰ってください。帰って。私は石を見つけないと。カンナちゃん、大丈夫です。大丈夫ってフラフラじゃないか。すぐに帰ってください。うわっ、強烈な張り手だったな、カンナちゃん。カンナちゃん、いるかい？やっと出たか。いきなり電話を切りやがって。いいか、さっきみたいな泣き言は聞きたくねえ。お前にとってこいつは何にも勝る大切なもの、確かそんなことを言っていたよな。このネックレスを返してほしければ有馬光大の行方を教えるんだ。言っておくが、あの兄さんを頼ろうとしても無駄だぜ。俺とやつは同盟を結んでいるんだからな。カンナは一人だ。諦めろ。いいか、明雲寺公園へ早く来い。有馬光大の行方を。く言うんだ。やめて。おとなしくするんだ。やめてください。してみたかったな。やめて。おい、いい加減に。なんかそそられるシチュエーションってやつだな、カンナ。離して。おっと、光るものが見えないわけじゃあるまい。さあ、言ってもらおうか。知らない。私は知らない。まだ白を切るのか。私は知らない。言うまで殴り続けるぜ。入ったはずなのに。堀間さん。なんだ。あ、お前は北条。北条じゃないか。いいさ、俺の邪魔をするな。兄さんも物好きだな。もっと見たいのか。やめろ。動くなよ。有馬さん、いけない。ここにいては。この人は、いいえ、この人の背後にいる人は有馬さんを。黙っていろ。やろう。おっと、動くな。この光るもんが目に入らないか。そうだ、それでいい。有馬さん、今すぐ帰って。黙っていろと言ってるだろ。様、許さないぜ。黙ってろ。そうだ、余計なことは喋らなくていい。なんだ、人の顔をジロジロと。あまり人の顔をジロジロと見るんじゃないぜ。そう、俺が握っているものをよく見るんだな。おっと、相変わらず手が早い兄さんだな。一歩でも動けばカンナの顔を切りつけるぜ。動くなと言ったのが聞こえなかったか？おとなしくなったみたいだな、二人とも。すぐにカンナちゃんを放すんだ。それは俺の条件を飲んだらだ。条件？ありません。もうやめろ、てめえ。いいか、よく聞け。以前兄さんに話したことがあったな。俺に？そうだ。頭が痛い。痛えよ。くそ。いいか、よく聞け。以前話したあれのことだ。なんだよあれって。ガラス玉のような玉がはまった水晶玉みたいなものだ。どうやら俺の雇い主はそいつを持っているのが兄さん、あんたじゃないかと言うんだ。知らないな。ああ、知らないか。どうやらそいつは有馬高大の形見らしいって話も聞いたがな。カンナを切り刻みながらゆっくりと思い出すか。やめろ。どうするかな。俺は別にいいぜ。出さなければカンナを切り刻むだけだからな。むしろ出さないでほしいんだ。一回女子学生の顔を切り刻んでみたくてよ。そうか、カンナ、この兄さんを恨めよ。離して。そら、ザクと行くか。分かった、お前の勝ちだ。渡す。有馬さん。そう来なくちゃな。ゆっくりだ。ゆっくりと渡すんだぜ。カンナちゃんを先に放せ。条件を言える立場がよ、兄さん。分かった。だが私ならカンナちゃんは。おお、解放してやるぞ。嘘です、この人はそんなことはしません。黙ってろ。やめろ、宝玉を渡す。いいだろう。ナイフを叩き落としやがった。うわー、勘弁してくれ、悪気はなかったんだ。ざけんな、てめえ。やっていいことと悪いことが。カンナちゃん、どうしたんだよ。顔が真っ青だぜ。ネックレスを早く。ネックレス。けっ。お、待て、逃がすものか。諦めろ、もう逃げ場はないぜ。へへへ。おっと、それ以上近づかない方がいいぜ。さあ、例の物を出してもらおう。何を寝ぼけてやがる。今までの落とし前をつけてやる。おっと、カンナ、この宝石は水に弱いんだったな。ちょっとでも近づいてみろ。これを噴水に投げ込むぜ。その兄さんは知らないらしいな。こいつはカンナの命そのものなんだ。なんだって。これを噴水に投げ込むとどうなるか。石は変質し、カンナは10分もしないうちに衰弱死することだ。くっ、そんな根も葉もないことで。そうかな。おや、カンナの様子がおかしいぜ。本当に決まってる。こいつを投げ込んだ途端、カンナは死ぬぜ。さあさあさあ。これがなくなれば私は死にます。死ぬ。なるほど、それだけ大切なものってわけか。死ぬほど大切なものという意味です。北条さんの言うことは根も葉もないデタラメです。そのネックレスは私にとって大切なものですが、有馬さんが心配されるほど必要なものではありません。なんだと。本当に中へ投げ入れるぞ。どうぞ。本当に投げ入れちゃうからな。空見ろ、不安でたくさんって顔つきだぜ、そいつは。だったら私が投げ入れます。何をする。はい。何をする。これでも交渉の道具には使えません。かくなる上は。形勢が再び逆転だな。北条、人殺しまではしたくなかったからな。こいつは隠しておいたんだ。雇い主から借りておいた甲斐があったぜ。銃は素人だが長距離じゃ外しかないぜ。バカはやめろ。たかが依頼のために人まで殺すのかお前は。うるさい。俺は初めから交渉など無意味だったな。こいつで兄さんを殺してからゆっくりと暴力とやろうな。死ねえ。ナイアーブと言われる症状だ。え？エリコ先生。やれやれ、危ないところだった。どういうことだよ。まったく、私を呼びに来いと言ってあったろ。もう少しで君は帰らぬ人となっていた。じゃあエリコ先生がこいつを。彼はナイアーブ症状に侵されていたんだな。だから普通じゃなかったろ。ナイアーブなんだって？ある種の催眠症状だ。だが通常の催眠と違うのは、自分の意識も同時に存在しているということだな。言っている意味がよくわからないんだけど。つまりだ、巧みに操られているという自覚症状のない意識的動作とでも言おうか。もっとわからないが。まあいい。とにかくある種の催眠状態にこの男はあったんだよ。催眠って一体誰がかけたんだ？この男の雇い主だろうな。雇い主？その通り。誰なんだよ、北条の雇い主ってのは。そいつがなぜ俺の父親を。悪いとは思いつつも、少し話を聞かせてもらっていた。この北条という男、宝玉という言葉を使っていたな。うん、それを君が持っていると。悪いが覚えがない。そうか、分かった。どうする？君はこのまま警察へ通報するか？一応こういう事件が起きてしまったわけだからな。どうする？俺は行くつもりはないぜ。いちいち細部まで説明できないからな。そうか。君はどうする？察するところ、君が一番の被害者と言えるかもしれないからな。私も有馬さんと同じです。よし、ではとりあえず北条の身柄は私が引き受ける。エリコ先生が？目が覚めたらいろいろと聞いてみたいこともあるからな。大丈夫なのか？今のこいつちょっと普通じゃないぜ。心配してくれるのか？優しいな。誰が？有馬拓也。なんだよ、改まって。何か話したくなったら私のところへ来たまえ。相談くらいなら乗ってやれる。じゃあな。カンナちゃん、雨が降ってきた。とりあえず。有馬さん。カンナちゃん、少し顔色悪いぜ。なんだか心臓がドキドキして。しょうがないさ、あんな目にあったんだからな。はい、そうだ、あの野郎が噴水に投げ込もうとしたネックレス取ってくるよ。あれはもう。なーに、ちゃんと洗って拭いて乾かせば大丈夫さ。カンナちゃん、おいおい、大丈夫か？うわ、すごい熱だ。幸い極寒というほどじゃないしな。まだ陽気は暖かい。風邪なんかはひかないと思うが。カンナちゃんは目をつむっている。頬が蒸気して赤い。熱のせいだろうか。有馬さん、いけない、ここにいては。この人、いいえ、この人の背後にいる人は有馬さんを。一体どれが本当の彼女なんだろう。どれも私です。お、気づいていたのか。いえ、今気分は見なくてもわかるか。うん、寒いかい？なんなら俺の上着を貸す。ちょっと汗臭いけど。なんだったらこのままおぶって。いいえ、大丈夫です。そうだ、さっき噴水のところへ行ってネックレスを取ってこようと思ったんだけど、青白い宝石がなかった。そう、ちょうど石のところが抜けていて誰かが持って行ったんだ。違います、溶けてしまったんです。そんなバカな。ごめんなさい有馬さん。え？ごめんなさい。なんで謝るんだ。私のせいで有馬さんにご迷惑をおかけしました。北条のことか。あの野郎は自業自得と言うんだ。カンナちゃんが気にすることなんて俺っぽっちも。違います、私のせいです。有馬さんのお父様のことも、そして私自身のこと。親父のこと？どういうことなんだ。大丈夫です。お心遣い感謝します。何か吸い込まれそうな目だなって。少しだけ気分が楽になりました。殴られた跡が痛々しい。雨に濡れて少し楽になりました。有馬さん、私のために大切なものまで手放そうとしました。大切なもの？有馬光大さんから託されたもの。そうです、その宝玉です。なんだって、そのことを。なぜだ。一人の少女がいました。え？どういうこと？その少女は母親からたくさんの愛を受け取っていました。父親を早くに亡くしたその少女は母親と一緒に仲睦まじく暮らしていました。ゆえあって一つのところに定住はできません。それはその母親と少女の持つ個性のためです。そのため少女に友人はできません。できても長くは続きません。その少女はいつも一人ぼっちです。少女の母親は少女の姉でもあり良き友でもありました。その少女はこの平和がずっと続けば良いと思っています。しかし永遠に続く平和などあるはずもなく、少女の前に来るべきものがやってきました。最愛の母親が言った夜に少女は泣き伏せました。3日3晩泣き続けました。そして少女は泣くのをやめます。怖い大人たちがやってきたからです。彼らは少女に言いました。気の毒にあなたはここへ行きなさい。きっと幸福になると。いつの間にか少女の家は自分の家ではなくなっていました。少女は勧められた施設には入らず、一人で暮らしていくことを考えました。大人はその少女を利用しようとする人たちばかりでした。ですが、生活するために必要なものを手に入れるのは大変なことです。知っていますか？体を重ねるのは、人間が誰しも持っている欲望を満たすだけではありません。肉体のつながり、心の寂しさも埋めてくれる。そして体は心よりも容易につながることができるのです。少女は誰かとのつながりが欲しかった。体は心と違い、あんなにも簡単に深く深くつながることができる。たとえつながっている間だけの一時の喜びでもいい。喜びがまるでない時よりも。最初のうちは一人で泣き伏せました。少女は自分が情けなくて許せなくて哀れでした。母親のもとへ行こうかと何度も何度も考えました。ですが、彼女の母親は死ぬ直前にその少女にこう言ったのです。生きていく上で何度も何度も試練というものが私たちの前に立ちふさがるわ。それを直視しなさい。いい？最後の最後まで決して諦めてはダメ。もうダメだと思っても考えるの。最後の最後まで努力をなさい。覚えておきなさい。生きている限り負けないの。生きている限り勝つ可能性があるのだということを。一人諦め自らの命を絶つのは絶対にしてはいけないことよ。諦めてはダメ。自分を信じて。諦めてはダメ。その少女は長い間そうして生きてきました。死なないための毎日を暮らしていたのです。そう、彼らがやってくるまでは。気さくでよく笑われる男の人、上品で物静かな女性、二人は夫婦のようでした。彼らは私の生活を保護すると言います。なぜでしょう。なぜなら、その女性の方が私と同じ個性を持っているから。彼らは私に母親と同じ愛情を注いでくれました。その人の名前は親父の野郎は君に。あの人は私のもう一人のお父様です。そうか。ですが、彼はもういません。行ってしまったのです。行ってしまった？軽蔑しますか？何をさ？私がこういう女だということに。そういう言い方はやめろよ。自分を貶める必要なんてないだろ。私を見ることができますか？見てください。見ている。私を理解してくれる人なら誰もいない。わかりますか？わかるよ。嘘です。友人もおらず、姉妹もおらず、両親もおらず、親戚もおらず、親しく話し合える人など誰もいない現実。現実？そう。私にとっては昨日のことです。昨日はおととい、おとといは1週間前、1週間前は1年前、1年前は10年前。自分を憐れみながら、母の言葉を胸に、ただ一日を死なないことのために費やし、暗い室へと帰る。今日と同じ明日が来るのをじっと待つ日常。同じ年格好をした女の子たちが綺麗に着飾って遊びに出かけるとき、私はその横を自分を罵りながら、ただ生きることのためだけに時間を費やし、暗い部屋へと帰っていくのです。毎日それを繰り返す日常を理解しているというのですか？それでもなお生き続ける意味があるとあなたは言うのですか？私は自分にいつも問いかけていました。私という人間の存在意義などあるのだろうか？人間には誰しも存在理由があるさ。詭弁です。それは詭弁でもいいさ。存在意義があるんだ。尊厳を傷つけられながらも生きていくことに意義を見出せますか？まだ見ることができますか？汚れている私を見れますか？やめろよ。軽蔑しますよね。冗談言っちゃいけない。立派に生きているじゃないか。生きていれば立派なもんさ。みんなそうやって生きているんだ。人間としての尊厳もなしに？俺にもまだよくわからないが、生きるってことが生きる者の尊厳なんだと、そう思っている。私の汚れた体に一体何が残っているというの？やめろよ。自分で自分を貶めるのは。君は汚れてなんかいないよ。嘘を言わないでください。嘘じゃない。抱けますか？私の体を抱くことができますか？抱ける。言っておくが、同情や意地で抱くんじゃないぞ。俺はそこまで酔狂じゃないぞ。じゃあなぜです？君が愛しいからだ。可愛くてしょうがないから抱きたいんだ。自分の存在意義は何かか。いいね、哲学大いに結構。茶化さないでください。俺も不器用でさ、こういう言い方しかできないんだ。有馬さん、似ていますね。あの野郎に似ているってんならお断りだぜ。俺は俺で、あいつじゃない。知っています。カンナ。はい。有馬さん、優しいのですね。優しい女性には優しさを返したくなるもんなんだ。今までの誰よりも優しい。拓也さん。体の力を抜いて。はい、拓也さん。カンマ。拓也さん。熱い胸ですね。そんなこと言われたの初めてだ。別にその他の人と比べたりとかそういうんじゃないんです。分かってるって。優しいんですね、有馬さん。じゃあもう一回。バカ。くれるのは有馬さんだけです。有馬さんの体も素敵です。ちっちゃくてかわいいよな。触ったらです。やっぱり触りたくなるな。優しくしてくださいね。なあ、カンナちゃん。はい。一緒に暮らさないか？いや、ほら、そういう意味じゃなくてさ。そんな。警戒しないでくれよ。どういう意味なんですか？俺の家、今空き部屋が結構あってさ、君さえ良ければ俺の家で暮らしてもいいぜ。俺の親父が保護者を買って出たんだからな。あの野郎の後始末くらいちゃんとさせてくれよ。でも有馬さんの家には。あゆみさんかい？絶対大丈夫さ。いっつも女の子が欲しいとか言ってるくらいだ。心配なんてする必要ないよ。俺が必ず説得する。でも学校も通えるし勉強もできるし、おまけに食事は3食付きとくら。私お金を払わなくちゃ。金の心配なんてする必要ないんだ。もう好きでもないやつと一緒に過ごす必要もない。なら家事とかを少しだけ手伝ってくれよ。家事ですか？あ、あゆみさん、ああ見えてもキャリアガールだね。家事関係が今すごく弱いんだ、俺んち。私でもお料理なんか少ししかできないし、とても有馬さんのお母様に。そんなことないって。ほら今朝食わしてもらったなんとかっていうの、あれはうまかったぞ。お野菜を切って卵をスクランブルにしただけです。あれが毎日食えたら俺もう死んでもいい。有馬さんって面白い人ですね。それが家賃代わりってのはどう？な？絶対にそれがいいって。有馬さんのお気持ちはとっても。でも私は。なんだよ、君が何年前からいようが俺の親父とどうだろうが俺には関係ないぜ。君と一緒に暮らしたいんだ。 OK と言ってくれ。はい。本当？でもはいって言ったぞ。それはその有馬さんがドキッとすることを言うから。本気だぜ。うん、なあ、うんと言わないと俺は裸で校庭を走り回るぞ。そんなことやめてください。君が OK と言うまで俺は走る。しかもカンナーと絶叫しながらだ。有馬さんなら本当にやりかねないですね。おお、本気も本気だ。わかりました。本当？強引なんですね。よーし、そうと決まったら早速引っ越しだ。ちょうど今は休みだからね。俺手伝うよ。有馬さん、ありがとう。本当に嬉しい。なあ、感謝なんてする必要ないんだ。うん、本当に嬉しいの。私を必要としてくれる人がいるってなんだかいいなって。明日から早速やろうぜ。はい。なんだか生きる希望が湧いてくるな。面白い人ですね。家に来るともっと面白いことが待ってるぜ。期待しています。あ、もう。はい。聞いていいかい？一つだけ。分かっています。有馬さんの言いたいことは。本当かい？ええ。そっか。じゃあバストとウエスト、ヒップのサイズを教えてくれ。ほら、俺の言いたいことはそう簡単にはわからないぞ。そうですね。80、55、82です。痩せ型なんだ。気痩せしてるかと思っていた。貧相な体つきで残念でしょ？そんなことないぞ。俺はちっちゃな胸が大好きなんだ。嘘。本当。じゃあおっきな胸は？おっきな胸も好き。女性の胸なら何でもいいんですね。ま、そうも言うな。何ですか？笑うと可愛いね。そんなこと。私のお母さんはすっごく肉付きが良かったんです。有馬さんが見たら気絶しちゃうくらい。どれくらい？内緒です。おい。そういうことを言う人には教えてあげません。君の母親ってのはあの写真の女性なんだな。はい。隣の女の子、あれは君なんだな。はい。あの写真は何年くらい前に撮ったんだい？忘れました。ずいぶん昔です。そっか。ないのですね。聞いたら答える。異常なことを言う女の子って言われるかもしれません。大丈夫だよ。もう慣れてる。異常なことにはね。私のお母さんも、そして私も普通の人とは違うんです。みたいだね。なぜかわかりません。普通の人よりずっと遅い成長です。でも小さな頃は逆に成長が早かったみたいです。つまり最初は早くてあとは遅い。はい。君の母親も？お母さんはずっと昔異国の地にいたといいます。父親は？死んだそうです。カンナちゃんさ。はい。いつも海を見ていたんだ。なぜだ？あの剣の岬には恐ろしい神様が祀られているのです。恐ろしい？なんだって？恐ろしい神様です。でも私にとっては救いの神です。意味がわからないんだけど。あの海岸の地下に眠る命の火を守っているのです。命の火？はい。以前もそんなことを言っていたね。なんだいそれは？私のネックレスです。命の火は儚くか弱い存在です。特別な方法でああいう形にしてあったそうです。あのネックレスの石のことか。あれが命の火？はい。それを三角山が守ってるんだ。恐ろしい神様は地面の下から採掘し運搬しようとする人に罰を下すとお母さんが言っていました。神様が雷を？バカな。本当です。君の母親にそう言い聞かされたのかい？有馬さんのお父様もそう言われました。たくさんの人が神様の怒りに触れて亡くなりました。天才だろ俺は。違います。だから花を添えていたのかい？はい。過去の人は敬わなくてはならない、お母さんに言われました。龍蔵寺という人もそれに気づいていました。龍蔵寺？君は奴について何を知っているんだ？違う匂いのする人。匂い？それしか分かりません。あの人は私が持っていたネックレスを、石そのものを欲していたようです。それしか分かりません。また一つ聞いていいかな？はい。俺の母親ってどういう女性だったのかな？優しそうな女性でした。話したことは一度しかありません。物静かでいつも微笑んでいる素敵な方です。そっか、そうだろうと思ったんだ。親父の野郎は君に。とても優しい人でした。そっか、あの野郎にしちゃ上出来だ。有馬光大さんは旅立たれる時、私に3つのことを頼んだのです。言っていいのか？はい。言わなくてはなりません。一つは剣の岬のことです。君がいつも見ているあそこ？はい。何も知らない者が剣の岬の付近を掘り起こそうとしたら警告してほしいと、その者たちのために。そしてもう一つは伝言です。誰から誰に？彼はこう言っていました。この私を探す者が君にコンタクトしてくるかもしれん。その人種は二通りしか考えられない。一方は得体の知れないもの、宝玉を狙うものだ。もう一人は一直線の直情バカだ。君はこのバカに会ったら私の言うことを正確に伝えなくてはならない。で、バカというのは俺のことか。あの人の言うことを伝えているだけです。分かってる。で、なんて言っていたのかな？宝玉が揃えば新たな道が開ける。わしはお前を待っている。そう言っていました。それが親父の言葉か。はい。勝手な野郎だぜ。散々人のことを利用しやがって。俺はあいつの言う通りになんかならない。君と一緒に普通の生活に戻るのさ。だろ？俺はあの野郎の敷いたレールの上なんて絶対に走ったりするものか。絶対にだ。もう一つは何だ？あともう一つは有馬さんに少し眠っていいですか？眠る？はい。少し疲れました。でもこんなところでこんな格好じゃ。有馬さんに渡したいものがあるんです。俺に？はい。お父様から預かっていた。でも有馬さん。なんだ？さっきは嬉しかった。一緒に暮らそう。明日から一緒だぜ。本当に嬉しかった。何を言っているんだよ。過去形じゃないぜ。これからさ。ほんの少しだけ夢を見ました。今まで長い間私の生きてきた人生の全てに勝るものです。カンナちゃん何を言ってるんだ。私長い間死なないための人生を送ってきた私に有馬さんはとても素敵な時間をくれました。おい冗談でもそういうのは。もう手遅れなんです。何がだよ。あの石がなければ私は生きていけません。あの石？噴水に落ちた。あれは命の炎。それが私や私のお母さん、有馬さんのお母様の個性なのです。冗談言わないでくれ。あんな石っころの一つや二つ俺がまた見つけてきて。ありがとうございます。嬉しかった。おいカンナちゃん目を開けろよ。有馬さんお父様を見つけてください。ふざけるなよあんなやつ。有馬さんのお父様はとても優しかった。有馬さんに渡したいものが。でもカンナちゃんなんとか言ってくれよ。そういう冗談俺は嫌いなんだぞ。おいやめろよ冗談は。カンナちゃん冗談に決まってる。冗談だろ。息をしていない。嘘。息をしていないぞ。そんなバカな。カンナちゃんおいカンナちゃんってば。嘘だろ。冷たくなっていく。冷たいよカンナちゃんの体。雨のせいだ。雨のせいに決まってる。雨が地面を濡らして、だから寒いんだよ。なあ。ありません。お父様を見つけてください。見つけてください。ガンナちゃん、ガンナちゃん。あ、ハリマさん。やったぜ。ハリマさん、なんで。大丈夫？気分は悪くない？私、なんで。これあげるよ。これなんで有馬さんがこれを。細かいことはどうだっていいじゃない。要はカンナちゃんが無事に生きてるってことが重要なんだ。有馬さん、こうしてまた有馬さんと話せるなんて思いませんでした。俺もカンナちゃんが眠った時は正直もう有馬さんにお渡ししておきたいものがあります。親父から渡されたってやつか。はい。どこにあるんだ？私の部屋にあります。必ず有馬さんに渡すようにと。てしまわれるんですね。分かっています。お父様はそう言われていました。彼女、待っています。いつまでもいつまでも。全てが終わったらまた戻ってきてください。親父の野郎を見つけ出してカンナちゃんの前に引きずり出す。はい。じゃあ行く。はい、行ってらっしゃい。解決したのでしょうか。いや、まだだ。まだ俺は解決していない。そうですか。きっと有馬さんなら解決できると思います。頑張ってください。私応援しています。応援。ありがとう。だからマップを開くか、最初に戻ってマップとアイテムそのままだよ。って一体俺は何を言っているんだろうな。私応援しています。